どうもショータイムゴルフです。この間あって、うん、また言われた。今日もお願いします。ギリギリかな。まあ大丈夫ですよ。決まりですね。うん、大丈夫。手がベトベトしてちょっと動かないとちょっと寒いね。お願いします。お願いします。狙いは今カタさんが行った方向、うん、右からちょっと右に出す。ちょい右に。ドライバーフェード系で最近は。わかんない。ああ。大丈夫か。大丈夫っしょ。でも。カーパスに当たってなかったら大丈夫っしょ。いや、おはようございます。体が回る。おはようございます。おはようございます。2ヶ月ぶりなんだね、俺。うん。あ、さっきの、あ、さっきの音、あの、はめ込んでください。ハーフショットで。ハーフショットで。大丈夫でしょう。大丈夫。いやー、マジ困る。残りの距離はちょっと隠しておいてください。てるてる、ティーショットアイアンで刻んで残り221ヤード。ハーフショットしたんでしょ。ハーフショットまあまあ言うて言うてノーボギーですから、ここもやってくれるでしょう。すごいボギーじゃん。ノーボギーやばいって。ここでフェード系でぶつけに行きました。あ、でかい。ちょっとでかいかも。めっちゃいい球じゃないですか。5番やん。2打目なぜだかすごい距離が残りました。あ、やべえ、右行っちゃった。右のサブグリーンの方行っちゃった。右この辺ダメ勝負。うん、まあ大丈夫。乗ってるよ。乗ってる。いや、うまくね。いや、今のはどうなった。やっぱね。ピンまで150ヤード7番でハーフショット。アゲンスト7番でハーフショット。ちょっと木が目の前にありますが、まあ、どっちみちドローなんでね、あまりかけ素振りが、素振りだけはすげえな。シャンク今あった。大丈夫。ハーフショットの弊害ですか。ちょっとね、何がない、何がない。ちょっとフェースを開ききれない。一回でも飛ばそうとしたらちょっとね、ちょっと力むとダメ。カツヤさん3打目。ピンまでは50ヤード。いや、絶対もっとあるって。エッジまで50ちょっとありますよ。70弱ぐらいある。60ちょい。追えなかった。早すぎて。
やばい、調子悪いわ、もうダメだ調子の問題ではないと思う。今日暗いじゃん。おとといのがさ、まだ残ってるわ。おとといそんなヤバかったマジヤバかった。ラグとバンカー行ったら2段待つ。聞いた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 。それのあのダメージがまだ残ってる。なんで、別にそんなダメージないじゃん。そんな数字が増えるだけじゃん。面白いよな。ラフとバンカーに合わせて強烈。数えるの大変だ。計算できないよ、そんなの。10とか普通なの。いや10いい方でしょ、そんな。やば、グリーン周りもラフ行ったらダメですか。そう無理でしょ、そんな。俺無理だ、それ終わったわ。ラフからラフ行ったか。ラフからえクラブ5本。クラブ5本絞りすぎ。ショートさん3打目イージーアプローチ。芝薄いのこれ。芝薄いです。ちょっとダフったけど、むずい。イージーじゃなかったの。俺はイージーじゃん。ノットイージー。じゃあさ、どこ、どこまで行ってんの。どうぞ。40ヤードぐらいオーバーしました。おー、ナイス。止まったよ。 OK。 プロだよ。そういう。ナイスパー、そっから。ナイスパー。切れちゃう。OK。ショートさん、パーパット。上りスライス。結構傾斜は強いです。しっかり打った。ケビンナパットしました。ケビンナパット、ケビンナパットした。激うまだった今。確かに打った瞬間入ったと思った。入ったと思ったよね、うん、いいライン出てった。しっかり打った。ケビンナです。いいな、本当に。僕この間それやろうとして失敗してめっちゃ恥ずかしかった。失敗するパターンもある。失敗するパターン。いや入ったと思ったんだけど、カップが動いて外れて。めっちゃ恥ずかしい。めっちゃ恥ずかしい結果になった。いやー、ノーボギーみたいなやつ、ずっとプレッシャーだな。408かな、10410ですね。2番。左からドフェード。まで行ってないでしょ。行かないでしょ。本当飛んでないんだけど。割れたんじゃない。割れたかな。うん、割れたらだって飛んだり飛ばなかったりする。長いかな。でも見た目にはそんな割れてる感じないけど。よくあるよ、見た目。音変じゃない。うん、何でもない。ボーン。メスだろ。
なんもないこれ辺です。木跳ねた、木のとこまで来た、この辺の跳ねた。左大丈夫、左大丈夫です。左宣言。よくその素振りした後普通に打てるよ。止まった。オッケー。この辺すっ。8番でしたね、さっきは。何番ですか？7番。7番で上げてましたね。うん、あら、あ、乗りました。乗った？本当だ、ナイスワン。調子よ。やばい、3分50度と、63度と50。あー、金じゃない？あそこに落ちた。柳の木強かった。ナイス。パーパット。ナイスパー。届け。オッケーだな。ナイスパー、そっから、okay？ うん、翔太もスライスちょっと上り。うまっ。なんなの？なんなの？いやもう入る未来が見えたからさ。菅秀一の真似してんじゃねえ。影響受けされすぎだろ。気をつけた方がいい。いつかカップ動きますから。マジで。気をつけた方がいい。油断しない方がいい。今回も気を抜くと、うん、カップは動いてくれる。全然動かない。本当に油断ならない。カップ止めてるから。その力もあるのね。あのね。何者な、最近菅秀一と共に時間を過ごすことによって影響されてる。ただのバカです。